北通とは、青森県む市から道県下北郡最村町号を結ぶ街道。別称、田辺再道、北通道藩政時代、北郡、田辺村の田辺大所を起点に、川城を果たした室井国馬を間奥戸、西を経て、同郡町号村を下木へ至る森岡藩の脇街道。名前の由来は、下北半島北側の太平洋沿岸を北通りと、 称することによる。大間から、西の間は、国道338号に相当する。街道の各岸の田辺七、港と呼ばれる、下北諸港は、日の木と長崎田原物を上りにとする、海鮮気候地として知られ、海鮮丼屋がの木を連ねていた。また、大間には、大間屋と奥戸屋という森岡藩の高牧があった。江戸時代後半までは、 森岡藩による下北半島の森林資源管理のため、田辺街道が重要視されていたが、ロシア船の南下など異国船の出没に伴い、幕府によって、今日は3年から西港は、函館へ、渡航地と位置づけられる。幕府の役人をはじめ、森岡藩、仙台藩の藩兵を、江戸地警備に渡すため、田辺以降の大旗、大間、西への道筋も整備されていった。 下風呂村には温泉が湧き出しており、安政三年半州南部都市久の下北の台場巡検に同行した、漆戸刺激の若葉の兵では、まさき、八戸、津軽などから歪みに来る人をしと、当時客も多くに見わう様子が描かれている。ありがとうございます。